皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、きちんと継続的に報告する習慣を身につけると業績は劇的に向上するというお話です。はい、こちらをお話しようと思ったエピソードが2つあります。一つはですね、私自身の体験談のエピソード、もう一つは私のクライアントさんのエピソードです。こちらをですね、報告というのを継続習慣にするとなぜ業績が上がるのかということについて、これから2つの例をもとにお話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、私の例があります。私の例、一つはビジネスの方と一つは趣味の方の領域の2つの件からお話をしたいと思います。まずですね、ビジネスの方はですね、私のコンサルタントさん、長い方9年目になりますけれども、そちらの方にですね、会員の仕組みっていうのがコンサルタントさんごとに違っていて、私 の、長くついてらっしゃるのは平賀正彦さんっていう方なんですが、平賀先生はですね、対面がないんですよ、コンサルで。私がメールを送って音声相談でお願いしますって言うと、平均8分くらいの音声で返していただけるっていうサービスと、あとメール月3回までと、あと会員セミナーという毎月やっている、先生が主催してやってるのを動画視聴ないしはライブ視聴っていう、この権利がついて月額会員なんですけども、先生にですね、毎月、どんな形であっても私相談っていうか報告をしているんですね、8年間くらい。なのでどういうことかっていうと、当然活動していなければ報告することはないですよね。だって質問がないから。で、活動いっぱいしてると疑問とかあれも出てくるから、もちろん相談はするんですけれどもね、毎月1回のその相談報告っていう、これがあるとですね、逆に、そのためにネタを作るってわけじゃないんですけど、こう自分の活動を見直しておかないとですね、報告ができないですよね。報告ができないっていうことは全然前に進まないことになるので、いい報告をしようではなくてですね、動いてこう疑問を持てるようなところまでやろうみたいな感じで考えて動いているんですよね。だから、8年間の中で質問し損ねたのは1回だけぐらいかな、権利使い損ねちゃったみたいに過ぎちゃって、あとはね、全部連絡してますね、何かしら。で、もちろんだからやりきっちゃってて質問ない月もあるんですよ。そういう場合にはどうやりきってるか、どう頑張ってるかっていう活動報告は絶対に入れるようにしていて、でそれに対して、例えばその同じ活動報告だったとしても、その報告に対して先生が、私が単純に報告しているだけでも中でふっと気がついたアイデアとか、この方向にしてったらいいよ高橋さんとかっていうのがいただけるのがありがたいので、自分はうまくいってるつもりなんですよ。でそれがダメだって言ってるんじゃなくて、さらにうまくいかすためにこういうアプローチはどうかなっていうアイデアがもらえるんですね、報告するから。だからそれを欠かしたことがないので、最低でも毎月1回何かしらのコメントをいただいて、でそれがまた実践の一つの糧になるっていうことを、私自身がずっと継続的にやってきていて、業績はずっと伸びてます。で一時期低迷した時期もあります。本当にドーンと落ち込んで予約がストップして、ものすごく焦って大変だった時期、そういう時も普段から報告しているので、私の性格とか性質とか、どういうふうに行動するかを知った上での、長いアドバイスですね、その時は緊急事態になりますので、そういうのをいただいて、でそれをまた心の糧にして励みにして頑張る、私の中では保険みたいなものっていうコンサルタントなんですけどね、何か困った時とかにすぐに対応してもらえるみたいな、だから普段からの報告欠かせないんですよね。あと自分の事業が今どうなってるのかっていうのと、何を中心に考えて動いてるのかとかいう、事業がどんどん私の場合も何個も変わってってたり、新規展開やったりとかいうのも全部報告しているので、それを欠かさないっていうことが一つ業績アップの、ポイントなんだろうなっていうのが、自分が続けていて分かったことですね。
ありがたいです。だって今こういう状況でっていうのを毎月言ってるから、何か突発的にあれっていうことがあったとしても、その前提でアドバイスをしてもらえるっていうのは、アドバイスの方向性が狂わないんですよね。だからそういう意味ではとてもいいなというふうに思っていて、今でも継続でやっていることの一個なんですね。で、趣味の方、これも同じことをね、実感したんです。っていうのがですね、今回ですね、サックスを、購入しまして、年頭にですね、1月に購入して、で4月にライブ、私の出版記念パーティーでバンドを後ろに引き連れてライブをするっていう、まあそういうちょっと無謀なチャレンジをですね、頑張ってみたんですよ。3ヶ月です。1月から4月までなので。その間に全く楽器そういうの触ったことがない、楽譜も読めない状態で、まあ、どう練習していくかっていうので、まあ、練習方法から何から、まあ、いろいろね、手探りな感じでやっていく中で、その私の活動を、まあ、支えてくれた岡田剛さんっていう企業仲間の男性がいるんですけど、まあ、彼は昔から音楽をやっていて、ネットビジネスもやってるんですけれども、ちょっと変わった方でね、今度起業家の音楽ライブのサポートをしたいっていう事業のお話をいただいたんで、私もちょうどそれをやりたいなと思ってたんで、2人の、意識があったので、まあじゃあモニターでっていうことで引き受けていただいて、それでやってたんですね。で、その時に感じたのがですね、全く分かんないんですよ。どういうふうにしてっていいのか。もちろん技術は先生、サックスの先生が教えるんですけれども、じゃあそれを本当に音楽としてちゃんと演奏できる状態までするのに、どういう手順が一番早いのか、早くて確実なのかをとにかく知りたい状態でやっていたんですけれども、その報告っていうのがね、やっぱり私一番大きかったなと思っていて。例えば最初「プー」っていうね、サックスとソノと、中間の一番ベーシックなソノとから吹くんですけど、ソラシドっていうか、そもそも音を出すっていうのが本当はハードルが高いらしいんですけど、音はねすぐ出たんで、ソラシドとかやっても、そのソの音がちゃんとソっていういい音で出るっていうのの吹く位置が変わったりとかするんですね。で、そういうのが音出たよっていう報告とか、ソラシドまでできましたとか、ちゃんと指が動いてドレミファソラシドができるようになりましたとかね、いちいち報告してたんですよ。まあそれをまた聞きながらアドバイスをしてもらっててね。で、私には別に報告義務もないし、岡田さんもね、報告をしてくれとは全然言ってないんです。だけど私が報告をしたくて、別にスルーされてもよくって、全部スルーはされてないんですよ。もちろん全部ちゃんとご丁寧に返答いただいてるんですけれども、報告すると、あ、そこまでできたんだったらこういう方向はどうかとか、停滞してる時にはこれが原因かもしれないとかいうのを、音とか状況を聞きながらですね、アドバイスずっともらってたんですよ。で、一時期音が出なくなった時があってですね、まあいわゆるこうね、ダーッと成長すると止まる時とかあるじゃないですか。音が出なくなった要因っていうのは、私の息の量とスピードが、劇的にすごい成長で速くなって、それにリードっていう柔らかい、ペラペラのやつがサックスあるんですけど、それが耐えられない状態になって、もっと硬いリードにしなきゃいけなかったっていうことと、吹き方を変えなきゃいけない時期が来てたんですね。練習をいっぱいやるから、息とか腹式呼吸とかもすごくよくできるようになってて、で音が出なく、ただ状況はね、音が出なくなったっていう、ただそれだけの状況なんで、ものすごく焦りますよね。だって今まで普通にできてたのにできなくなるから。で、次の段階に行くためのステップっていうことで、また対応と対策を考えなきゃいけない時期に来てたんですけども、まあ、その時とかも結局普段の状態があるからきっとこういうことかもみたいに、まあ、先生にももちろん報告するんですけど、先生そんなしょっちゅうしょっちゅう会えるわけではないので、サックスの先生の方は。で、まあ私報告をしていたので、ああそういうことかもしれないっていうのを理解しながらまた前に進んでいたんですね。だからこれも
結局継続的に報告をするということは今の状態を見せるっていうことでもあり、その日の中で一番出来が良かった動画を送るわけですよね。やっぱだってなんかすごいねって言われたいじゃないですか。単純に子供と一緒ですけどね。だから1日の中で1時間仮に練習をしたら、私の場合細切れで練習をやるしかないので集中してやんないといけないんですけど、30分しかできない時とかもありました。うちの裏の川でね、練習とかって言って、でその1時間の中で最初の方かね、最後の方か、大体どっちかなんですよね、出来がいいのが。最初は息も元気で、よしっていうやる気に満ち溢れてるから、その時の一発目が割と良かったりするか、だん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 仕上がってきて乗ってきた最後かが良くて、あんまり中間がいいっていうのはあんまないんですけどね。そこの1日の中の、まあ、1回の練習の中の一番いいところを、まあ、切り取って、お伝えするみたいな感じでやってたので、気合入りますよね。よし、今日これの一番いい出来のやつをここまでできたよっていうのを見せようと思って動画を撮るんですよ。動画で全部報告していたので、そうするとその時の集中力と、よし一発できちんと仕上げるぞみたいな、一応今日の成果みたいな感じで、それをねずっと報告してました。だから3ヶ月でですね、まあ、ライブ演奏で、アンプして4曲をバンドと一緒に吹くっていうのをやったんですけれども、それができたのはおそらく、報告をし続けて、改善をし続けてて、自分に毎日、次の時には前の時から必ず成長した報告をするって決めていたからかもしれないですね。はい、でこれってね、人がいないと難しいんですよ、やっぱり。だって自分で自分に課しますけど、客観的にそれを見て、しかも音楽に詳しい人とかが見て、まあ、さっきで言うと平賀先生、ネットに詳しい人がその状況を聞いて、あ、成長したよねっていうのが分かってもらえる状態じゃないとダメじゃないですか。だから自分の判断だと自分に甘くなるし、他人の判断が入ってくると、まあ、褒められれば褒められればもちろん嬉しいし、そうじゃない視点が入れば改善するともっと伸びるので、どのみちね、報告と継続っていうのはなんかセットのような気がしてるんですよね。で、私のクライアントさんも同じです。私に定期的に継続的にこれをこうしました、そしてこうなったんで自分でこう考えてみたんですけどどうですかとかいう人は、やっぱり伸びるのが早いですね。定期的にきちんと報告くださってる方は。それが月1なのか週1なのかとかは人によってペースは違います。あと、なんだろうな、これをやってみたらどうかなっていう新しいチャレンジですね。私が言った新しいチャレンジを、自分の中では一瞬うって躊躇するのもあったのかもしれないですけど、はいやりますって言ってやって、本当にやっぱ成果が出ると、本人もやったことがないことで成果が出るわけなので、嬉しくてやっぱり報告くれますよね。言われた通りにやったらなんとかで、ね、すごいですみたいな感じでね。私はアイデアを出すだけです。ただ成功確率が高いアイデアは出します、当然成功してほしいから。でそれをやるかやらないかはご本人次第なので、誰かを、私の場合クライアントさんはいっぱい抱えてますけど、誰かをひいきしてるってことはないですね。基本的にアイデアを一生懸命ひねり出すっていうものを授けるのは全く一緒です。それをどう加工して、どういうふうにちゃんと動くかっていうのはご本人次第なので、成果が全く変わってきちゃう。でその方がまた報告くださって、さらにじゃあこういったものをしていくともっといいかもねってアイデア思いついちゃったらまた言います。でさらにそれをまた動くっていう人は、どうしようどうしようって考えて何もやってない人と、次から次へと行動して変えていく人とでは、同じスタートラインで始まったとしても雲泥の差が出るっていうのはある意味当然のことですね。ですから、なんだろうな、報告する人がいるっていうのはいいなっていうふうに、自分の例もそうだし、クライアントさんの例を見てても思ったんです。最低月に1回私とセッションがあるので、1ヶ月の成長がないとですね、1時間持たないですよ。質問したいこととか成長がないと。だって質問がなければ、もったいないけどね、私質問ありますかって聞きます、時間内に。その時に、あ、特にっていうふうに時間が余るタイプの人は、まあもったいないですよね。もったいないです。まあ、あともう一個、ああとか言う人もいますよ。そういう時には、まあ、若干時間延長しちゃいますけれども。
それぐらいの感じで1ヶ月とかね、報告ないしは途中途中の報告もね、いただいても全然構わないんですけれども、誰かに報告しながら前に進んでいくっていうのはやっぱりいいかなっていうふうに思っているので、まあその受け皿にもなってるっていうのがコンサルタントとしての私の立ち位置なんですけどね。だからそういうコンサルの人がいない場合には自分で自分に報告をし、そして頑張ったよねっていうことを自分でそれをちゃんと可視化して前に進むっていう、結構強い強靭なマインドがないと怠けます。普通に私でさえ8年間ずっと毎月報告している、業務報告をしている私でさえ、今月はなんか質問ないなみたいな、まあ、順調すぎる時とかもそういうのあるんですけど、順調すぎる時には過ぎるないしのあれを報告するとまた違うアイデアとか、その先これを見といた方がいいよっていう、まあ、注意事項みたいなものとか、さらに飛躍して伸ばすためのアイデアとかいただけるんで、どのみち報告はするんですけれどもね、それは自分一人では出ないアイデアです。だから自分でちゃんとコントロールをしてやっていくっていうのは依存ではなくてですね、そういった意味でのアイデアを取り入れるっていうことは、まあ一つ重要なポイントなのかなっていうふうに思っているので、ご自身だけでやられている方は自分に自分を継続的に報告する習慣、だから何かをつけたりとかですね、グラフ化するとか可視化する、それを1ヶ月単位とか、本当は1週間単位でチェックしたいんですけど、1ヶ月単位とかでチェックをしながら、どうなっていってるかっていうのをきちんと見極めていく、これが、まあ、業績アップをずっとし続ける人の大きなポイントになっているので、ぜひ意識してやっていただければいいなというふうに思ってます。それでは。